さあやってまいりましたということで、今日はですね、コミュニケーションスキルについてなんですけれども、ラポール、それから、ミラーリング、それからペーシング、こんな言葉をですね聞いたことがございますでしょうか。まあ営業職に疲れた方であればですね、そういったことを教えてもらったかと思いますけれども、教えてもらったかもしれませんが、ほとんど日常生活でこのようなお話を聞くことはないですね。一体これ何なのかっていうと、相手と信頼関係を築くために、コミュニケーション、取るときにですね、こう気をつけておくと、その効果的な、そんなねスキルになってくるわけですよね。ラポールって一体何なんですかってね、親近感っていうんですかね、なんかこう相手との間にその、安心感を構築する、信頼関係を構築する、これがね、ラポールを築くなんて言うんですよね。例えばね、どっから来たんですかって、いや僕大阪です。え、大阪のどちらですかって、いや大阪の吹田市出身。私も吹田市ですみたいな。なんかそういうのあるんじゃないですか。ちょっとローカルな話になりましたけれどもね、そういうようなところで共通点が見つかったりすると、まあ非常にねこれ心許せるというかね。別に吹田市で吹田市の人に出会っても親近感湧かないんですよ。でもなんかほら、ニカラグアとかに行った時に、どっから来たんですかって言われて、吹田市です、俺も吹田ですよみたいな、そんなんありますよね。なんかここ知らない人たちばっかりがいる中で、私たちむっちゃ近しい関係なのみたいなね、そういうことです。どこの学校出身ですか、もしかしてそれって何小学校ですか、いや山手小学校、私も山手小学校、何年卒業ですかみたいな、そういうのね、そうするとすごくね、これもう親近感マックスですよね。こういう風にね、信頼関係を築くね、これは偶然っていうか、たまたまね、そういう出身が一緒だったっていう話ですけれども、このようななんかこう信頼関係をね、コミュニケーションの中で築いていく、構築していくっていうことができるんですよね。ラポールを築く、なんか共通の趣味とかね、共通のその話題、いろんな世の中の人はあまりこう反応しない。例えば僕なんかね、ブルースが好きなんですよね。僕もブルース好きですよって言われて、マジっすかみたいな、ちょっとフレーズ弾いてみたりとかね、それからブルースマンの名前挙げてみたりね、ほんだらあれどうですかって言ったら、ジョン・リー・フッカーっていう人が、ジョン・リーとかやるんですかみたいな、なんかこうマニアックな話になっていくわけですよ。僕ロバジョンとか結構弾きますね。ロバジョン弾けるんですか、すっごいっすねとか言って、でもこれってすごいマニアックな話なんですけれども、そこでいきなり親近感マックスじゃないですか。なんかね、このすごい肩書きの、大会社の大社長に会うって言っても、そこで、実は、飼ってるワンちゃんの話になって、そのワンちゃんが例えばポメラニアンとしましょう。そして自分のところで飼ってるワンちゃんもポメラニアンやったとするじゃないですか。そしたらなんかその時点で、なんかお互いその共通のね、ライフスタイルが発覚して、話がどんどん拍子に盛り上がったりとかね。そしたら初めはね、この人ものすごい雲の上の人で、僕の話なんかあんまり聞いてくれないんじゃないかなって、向こうも向こうでね、この人大丈夫かなみたいな、そういう壁が一気に解けるっていうかね、そうなんですよ。距離を縮めるっていうかね、心の距離を縮めるスキルですよね。だからこのラポールを築くっていうのはね、すごい大事なんですよ。どうやってっていう話なんですね。いろんな話題振ってみて、例えばその反応ね、お相手様が反応されることを探して見つけ出して膨らまかすっていうね、そういう方法もありますけれどもね、ここではね、ペーシングとミラーリングについてちょっと話をしてみようと思うんですよね。ペーシング、ペースを合わせるっていうかね、なんかね、その上手なコミュニケーションって話を合わせるというよりは、テンションを合わせるっていう感じなんですよね。相手がむちゃくちゃテンション低いのに、こっちめちゃテンション高かったとかね、そしたらうまくいかないことが多いんですよね。テンション合わせる、むちゃむちゃローテンションで、来られたら、ちょっとやっぱり自分もテンション下げていって、そうなんですよねみたいな、めっちゃハイテンションで、いやー言ってきたら、そうなんすかみたいな、そうやってね、
相手のペースに合わせていくっていうことですよね。これすごい大事なんですよね。声のトーンとかね、声の大きさとかね、間合いですよね、スピード、そういったもの、自分勝手にねその話を進めるんじゃなくて、相手のペースに合わせて、話を進めていくということですよね。安心感をね感じていただけるような、まあおもてなしですよね。声のトーンやその声の大きさを相手に合わせることによって、まあ、ジェスチャーも踏まえてお相手様に安心感をこうね感じていただく、おもてなし配慮ですね。それからちょっとね難しい言葉なんですけど、バックトラッキングって言ってね、パラフレージングって、呼んでたり、するんですけれども、こうオウム返しっていうかね、相手が一回 言うたことをこう確認して差し上げるっていうかね、例えば俺昨日東京行ってんやっていう話が出てきたら、へーとか言うんじゃなくて、東京行ったやみたいな、そうやってこうね、もう一回こう言ってあげる。例えば昨日めっちゃおもろいことあって、嘘めっちゃおもろいことあったとか言ってね、ちょっとこうオウム返し、まあ今のはちょっとなんかわざとらしかったかな、あんまりわざとらしくなってしまうとね逆効果になってしまうんですけど、いやむっちゃすごいね、何すごいんやとかね、そういう自然な感じで言えたらいいんじゃないかなとか思いますよね。それからね、ミラーリングですよね。やっぱり相手とこう似たようなその、例えばね相手がその腕組んでお話しされてたらね、さりげなく腕を組んでみるとかね、相手がちょっとこうかしこまったね、感じでお話ししてたら、こっちもかしこまった感じでお話し、相手がちょっと緩んだらこっちもちょっと緩んだ感じでね、お話をしていくとかね、これねあからさまにそのモノマネみたいになってしまうと、これまた変な話になってしまう、逆効果になってしまうんですけれども、なんかそうなんですよ、結局ね自分の懐にちゃんとこの人は入ってきてくれてるなっていう、そういうことが大切なんですよ。それってね自分を受け入れてくれてるっていうことになるわけですよね。受け入れてもらったら楽しくなりますよね。で楽しくなってきたらなんか能力発揮できるじゃないですか、そして能力発揮したらこれレスペクトされますよね。そしてレスペクトされるから、そのやっぱりね、好きになってもらえるわけですよ。好きになってもらえるからこっちも好きになるみたいな、ね、だからこのコミュニケーションの時に必ずこの承認のし、それから楽しいのた、それから能力ののそれからリスペクトのり、それから好きになるのす、この下のリス理論、これをね、回していくっていうことが大事ですよね。承認できてるかな相手のことをね、それから楽しんでもらえてるかなお相手様にね、それから能力発揮していただけてるかなってね、それから僕ちゃんとリスペクトできてるかなっていうね、そこに対してね、そして好きになれてるかなって、相手のことを好きになればなるほど相手も自分のことを好きになってくれますからね、こういうようなこともコミュニケーションで、すごい大事なんじゃないかなっていうふうに思うわけなんですよね。あと最後にねお伝えしておきたいことが、声色ですよね。声色、声のトーンの話なんですけれども、自分さえ良ければいいってね思っている方ってコミュニケーション下手くそですよね。そういう人ってやっぱりちょっと KY だったりするんですけれども、もう 声がね配慮のない声してるんですよ。もうただ単にその意思を伝達するためだけに出してるような声ね。でも本当にね思いやりのある方とかね、配慮のある方とか、周りの方々にも笑顔になってもらいたい、幸せになってもらいたいっていう思いが満ち溢れてる方はね、もう声にそれが現れてます。もう声を聞いたら大体わかります。声に恐れとか焦りとか不安も出るんですね。声にその自己中心的なそんな考え方も出てしまうんですよね。声を聞いてたらその自信があるないも全部わかっちゃうんですよね。ですのでその声の質をね、自分の声の質を高めていく、コミュニケーションスキルを高めていく、イコールそのテンションをね確認していく、自分自身のその波動はね大丈夫かなって、その声の波動ですよね。だからレコーディング
して後で聞くようにするといいんですよ。その間の取り方とか声のトーンとか張りとかね、それからあの思いやりが溢れてるかとかですね、トゲトゲしくないかとかね、そういったところを後で確認してみるんですよ。そうするとだんだんと自己評価が生まれて、その上手なコミュニケーションが取れるんで、そういうあの声の調子が、作れるように作れるっていうか板につくっていうかね、あのなってきます。あの鏡見てね、お化粧するじゃないですか。それと一緒でレコーディング聞いてね、声の調子をね整えるんですよ。歌手でなくてもね、その話しかれなくてもね、やっぱり日常生活の中のコミュニケーション、人が意思決定をするそのね原因のほとんどが見た目、それから声のトーンなんですよね、っていうようなことで、しっかりと見た目と一緒に声のトーンも整えるっていうことがものすごく大切になってくると思います。あの声のねオクターブが低い人、例えば男性でも女性でもね、低くてもね、低くてもその思いやりのある素晴らしいね、お声を出す方っていらっしゃるんですよね。でも低くて思いやりのないなんかだらしない声出すけど、あ、はい、あ、うん、分かったとかね、なんかこういうあのだらしない声を出す方いらっしゃるんですよ。だからそういう方はまずオクターブ上げてみるっていうことですよね。ちょっと今僕もねこのオクターブですけど、もっとオクターブ上げてみたらねどうやるでしょうかみたいな、それもっとオクターブ上げるとすごい声になるんですよみたいな、もうこれねほとんど女性の領域ですけれども、でもね本当に配慮のある女性ってね、そうなんです、あ、そうなんですよ、ね、でもあの配慮のない方はですね、あ、はいみたいな、男性おっちゃんみたいな声出してるやみたいな、まあ、それもそれでいいんですけれども、味があってね、僕は好きですけれども、でもやっぱりこうね人にね何かこう受け入れてもらおうとかね、その楽しんでもらおうと思うと配慮のある声をね出すっていうことが大事なんです。それにはオクターブを上げる、4オクターブ上げるって言われてますけれども、もうミーティングとかね、それから人前で喋るなんていう時はね8オクターブ上げてもらいたいですよね。はい皆さんこんにちは、お元気ですかなんてね、やるとそれだけで場が一気にブワッと明るくなるわけですよ。ところが、あ、そしたら、お話をしていただきましょう。ワオさんです。イエーイって司会の方が盛り上げてきて、僕が出てきてですね。あ、はい、今日はとか、こんな人いてるんですけど、一気に場も盛り下げてるじゃないですか、みたいな。ね、そういうことはあるわけですよ。あのコミュニケーションってね、一対一のコミュニケーション、一対マスのコミュニケーション、いろいろあるけれども、大切なんです。これ、あの、周りの空気を一気に明るくする、ね、お相手様をご機嫌にする、お相手様の気持ちを明るくして差し上げる。これがね、コミュニケーションの本質なんでね。当然、今日ね、ペーシングとかね、ミラーリングとか、ラポールとか言いましたから、ね、この場の空気を読んでですね、相手様の空気を読んで、徐々にこう明るくしていく、徐々に楽しくしていく、そして気がついたら巻き込んでいって、めっちゃ楽しい状態をね、作っていく。これがね、上手なコミュニケーションなんじゃないかなっていうふうに、思います。はい。というわけでですね、しばらくちょっとコミュニケーションについてお話ししてますけれども、何度も何度もお聞きいただいてですね、ぜひ意識的に素晴らしいコミュニケーションが取れるようになっていただければと思います。